あなたの意見っていうのは NHK にぶつけてほしいわけですよ。で、NHK にぶつけるためにはやはりあなたの方も堂々とお名前と住所を出してですね、むしろそのどうしてあなた側がその逃げながらやるのか。いやいや申し訳ないけど逃げていません。だから契約者同じように今のような考えを持ってるのもできればね否定しないでいただきたい。否定しないですよ。だから僕はもうこれを聞いてる時間が僕はもう何十時間下手したらもうな本当に聞いてる時ですね。だからそれは僕にぶつけるっていうのはむしろぶつける相手は違いますよね。それは僕は間違いだと、そういう解釈を聞きたい。契約して金払いなさいって書いてあったら普通ね、いろいろな土地の僕と契約するけど支払いはしませんよと。でも普通はないだろう。だからそこはあのだから今説明したじゃないですか。じゃああなたが使っているお家とか、ああ非常に大事な議論だよ。だからこれはもうこれと議論しませんけど、いやいや、ただ大事なことだ。そのために言いたいのは、私はごめんなさい、私は法人なので、それをやるとね、犯罪の幇助として犯罪になるんですよ。今日ですね、実は初めて参加しまして、はい、それで実は先ほど立花さんがやられた、僕は契約していないんですよ。あ、はい、でその契約していない理由は、うん、NHK がね、その僕はだから放送法自体はまだ理解していないんですけど、放送法では契約しなきゃいけない、だから契約違反って言われたら違反かもしれないけれど放送法自体が、まあ、変な言い方と憲法違反になる可能性もあるしね。というのは公共放送、僕はあのスクランブルかけてほしいんですね。見れなくしてくれたら一般の人、要するに他の人とね、なんで俺は払ってるのにスクランブルかけられるわけですからね。特に BS 放送に変なマークが出ますから、あのスクランブルかけてくれればいいんですよ。むしろ僕は払いたい。ただ払うのは公共放送の公共放送たる放送だけ、はい、NHK が勝手に決めるんじゃなくて、つまり教育番組ね、これはスポンサーつきにくいでしょう。でニュースはでも NHK は変更してるからね、あれが公共放送がやるべきニュースなのかどうかちょっと疑問ですよ。ただ昔の紅白と違って、僕は紅白の歌は一曲も知らないです。見たことないからね。違うわけですよ。あれが NHK の公共放送だなんていうのは誰がね、どうやって決めて、そのわかんないんですけど、放送法で公共放送って何ぞやってことが僕は理解できてないんですよ。つまり理解もしないのに契約しろというのは、それが、ね、憲法の本当の自由があるじゃないですか。契約の自由だとか憲法違反をやってるっていう、むしろね、国会で決まった法律は全部正しい法律だとは思ってないんですよね、実は。だからそれがいいか悪いか、これはまた別の問題ですけどね。だからその辺のところで、先ほどにももちろんなんで空手かなんかで払わないでいいみたいなの昔あったけど、僕は払わないのは NHK で、うん、あのごめんなさいね、あの、うん、ご意見は ものすごいオーソドックスなご意見なんですが、はい、あの契約をせずになぜ払う、あの契約しないと NHK はあなたのことを知れないわけですよね。ですからあなたの個人情報を出して堂々とその意見を言えばいいんじゃないですか。なぜ契約むしろされないのか、その憲法違反とか、契約を求めること自体が僕は間違いだと思ってますからね。まあ一応最高裁の判決が出てるのでね、申し訳ないですけど、先ほどのね、控訴もいろいろなこと言ってましたけど、実は高裁と最高裁がまともにね、その解任うんぬんのやつを、ね、やってくれる裁判官に対して申し訳ないけど、そこまでは信頼ないです、正直なところ。だからゆっくり変えるしかないじゃないですか。そう、いやだから変える方法として、あの控訴もそれから上告もあるけれど、はい、別にあの他にもたくさん方法があるわけですから。だから一番いいのはね、うん、この国は民主主義なので、選挙で勝って変えることがいいっていう結論に達してるので、このように政治活動をしているんですよ。で、簡単に言えばご意見としても取れるんですけど、愚痴になっちゃうんですよ、それを言ってると。いや、僕はそれは全く一緒で、選挙で勝たないと変えられない、うん、だから、うん、もうそのたくさんのご意見、いわゆる簡単に言えば愚痴になる、まあ愚痴が悪いというわけじゃないですけど、圧倒的多数の声を私ともいただいているので、それをどう変えていくのかを一生懸命やっているんです。ですからあなたの意見っていうのは NHK にぶつけてほしいわけですよ。
で NHK にぶつけるためにはやはりあなたの方も堂々とお名前と住所を出してですね、法律上決められている契約をされた上で受信料を支払わないという方が、むしろそのどうしてあなた側がその逃げながらやるのか。いやいや申し訳ないけど逃げていませんよ。だから契約者が逆のこと言うと、なぜスクランブルをかけないのか。だからそれも含めて今の、いやだから NHK が来たら言いますよ。まあ申し訳ないけど、だからいろいろな考えがあるけれど、はい、僕は、まあ、申し訳ないですけどね、逃げるつもりないし、それからいろいろなところに、まあ、国会とかいろいろ住所も名前も電話番号も書いていろいろな文書を出してますけど、ただまあ、先ほど立花さんが言ったようにいろいろな人の、ね、存在を否定するようなことはできたらね、その先ほどガーシーも悪いとこ悪くていいとこ悪いじゃないですかと同じように今のような考えを持ってるのもできればね否定しないでいただきたい。あ、否定しないですよ。だから僕はもうこれを聞いてる時間が、僕はもう何十時間下手したらもうもっと聞いてる時ですね。だからそれは僕にぶつけるっていうのが、むしろぶつける相手は違いますよね。 NHK についていろいろな、僕も持ち始めてきて、はい、まあ、そういう感じは NHK というものに対してそういう考えを持っておりますのでね、その戦い方は申し訳ないけど人それぞれと以上です。放送法64条の私的な契約で義務を強制するっていう法律は、おっしゃる通りもう極めて例外的な、ここ多分弁護士これ以外の強制的なその契約っていうのを見たことないんだと思うんですよ。私も見たことないですし、だからそういう意味で言ったら私も財産権侵害してると思ってるんですよ実は。でも残念ながら今最高裁まで戦ってもあとここ5年ぐらいは最高裁ひっくり返す様子はないので、それを言っても現実的な話じゃないと思うんですね。だからやる話としては今立花さんおっしゃってるように政治で変えていく、もっと民意を盛り上げてやっぱりおかしいよっていう声を作っていくか、まあ、もしくはどなたかが NHK と同じものを作って1000円払う価値の公共放送を作ってくれたら NHK 潰れるんじゃないかなとは個人的には思ってるんですけど、まあ、そんな感じかなと思います。十分でも貴重なご意見であり、多くのどっちもう一番大きな多くの意見なんですね。で、それを最終的にずっと究極に考え続けてるんです我々で、そのじゃあ一つの不満があるからこの国はダメだとかっていう結論には達していなくて、やはり古今東西今の日本の歴史を見てもこの79年間戦争がない、戦がない、世界的に見ても要は病気や怪我をした人をちゃんと治療するような国っていうのは日本しかないんですよね。ですから旧大点は今の政治であるとか行政に対しては当然出てるわけですね。でじゃあより良いものを求めていくっていう今活動になっているというところで、まあなかなかその組織で守られてる人、これいわゆるこれまでは日本の考えっていうのは知識で守るんじゃなくて組織に属して守るっていう考えなんですよ。非常にここは人間が編み出した知恵なんですね。他の動物っていうのは常に環境の変化に応じていかないとどこかの組織に所属するなんてことはできない。ただ、まあ、鳥とかイワシとか見てても確かに無意識に彼らは組織を作り出しているので、シマウマのぐらい見てもそうなんですけど、ただ人間これまで組織に属していれば死ぬまで安泰だっていうところで組織に従おうとしてた人たちがすごく抵抗してきてるわけですよね。でも、もうこれだけグローバル化社会になってインターネットが普及してですね、もう組織やそのいわゆる資格では守ることができない時代に入ってきていますから、まあ、そんな中で我々は新しいその時代に対応していく政治をこれからやっていこうと。でじゃあ組織に頼らないといけない人がいっぱいいるわけですよ、まあ、そういう人たちがこれまで会社とか何らかの法人じゃなくていわゆるセーフティーネット生活保護の制度を上げてですね、その待遇を上げていつでもその国の組織に入れるような体制を作っていくと。だから NHK 問題だけをこうバシってやってるとですね、確かにおっしゃる通りのご不満も全く同じ不満です。ただ、じゃあだからといって今の自民党政権がむちゃくちゃおかしいとか今の行政がおかしいっていう話にはなかなか国民の体制にならないので、ですから NHK を潰すためにも他の政治をやらなきゃいけない。
他の政治の問題もやらなきゃいけないというところで、まあ、今回あのもう政権に入っていくんだというところで、やっぱり不満を僕は聞くだけじゃ満足できないんですよ。解消しなきゃいけないんですね、政治家っていうのは。言うだけは誰でもできるんですよ。じゃあそのためにすぐできなければ、それは5年かかろうが10年かかろうが20年かかろうが、それをやっていくのが政治家や政党の仕事なので、今のご意見は十分に理解した上で、ね、あのまあ、できれば契約をした上で堂々と NHK にあの対応された方が、あのどちらかというと、ね、僕は契約しないで堂々と対応してる、だから一応法律上は我々はね、契約をしていただかないと我々は守れないし、我々のその党としては契約をしてくださいねとはお願いしているのでね、その趣旨っていうのは 何かっていうと、やはり国の法律は契約までは義務なんです。支払いは義務になってない。それだからこそ、どうしてじゃあ契約しない人にその過去遡って20年でもかつ割増金でもなるかっていうと、それは NHK からすれば、いやどこに請求していいかわからない人を見つけ出すのが大変でってなるわけですよ。あの、ちょっとこれは僕は別に NHK の話だけしてるんで、 NHK についてもそうですが、はい、一つ言いたいのはね、契約が義務だと、支払いは義務じゃないと、ね、そこのね、分かんないですよ。そういうトリックがレトリックがあるのかどうか分かんないけれど、普通の常識が、ね、憲法よりも常識の方が上なんですよ。本当のこと言いますけどね、何が言いたいかというと、契約してお金を払わないでいい、契約は義務だけど支払いは義務じゃないというような法律の解釈がどういうふうにしてできるのかどうか分かんないですけど、それは法律上もし許されるなら、それは僕は間違いだと思ってます。そういう解釈自体は、契約して金払いなさいって書いてあったら、普通ね、いろいろな土地の契約するけど支払いはしませんよと。でも普通はないだろう。だからそこが、あのだから今説明したじゃないですか、じゃああなたが使っているお家とか携帯電話とか水道とか電気をね、契約もせずに使ったら、これは窃盗とかなるわけですよ。契約したら逆に言うとお金払わないと、うん、いやいや、というか、あ、非常に大事な議論だよ。だからこれはもうこれ以上議論しませんけど、いやいや、ただ大事なことだ。言いたいのは、はい、手法はいろいろあって契約するという方法もあるけど、はい、そうじゃない手法で変えるということもあるということは考えてほしい、はい、全然その手法を否定しないですよ。あなたは一般人なので、それを普及することは自由なんですが、私は、ごめんなさい、私は公人なので、それをやるとね、犯罪の幇助として犯罪になるんですよ。だそこの違いってあるんです。いや、助けてもらうつもりはない。そういうことじゃなくて、あの正しく我々は法の専門家なので、国民の皆さんにあの普及するためには、そういう、まあ、一部犯罪になりうる可能性もあるようなことを我々は言えない立場なので、ぜひそこはご理解いただきたいですけど、皆さんにご理解はいただけないのは十分理解しています。ですからご理解いただけない方の、お支払いはしませんよっていう、これ別にあなたで言ってなくて、あの聞いてる方にね、そういった形で救済を求めるのであれば、我々の方針についてきてくださいねってだけのことです。はい、求めるじゃなくて、いろんな方法がある、はい、それは分かってます。なるほど、はい、初プロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何が受け継ぎか、多分何が女性の方もっと痛く自信を深くなるのはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をテッカー。